三村慎吾は、日本の政治家、青森県知事、衆議院議員、青森県上北郡桃石町長長を務めた。父、三村明文は、元青森県議会議員で、2003年から2011年まで、親子で、県知事、県議会議員を務めていた。東京大学文学部の同期である妻、三村道夫は、八戸学院短期大学客員教授で、専門は、 国文学、特に古典文学。青森県上北郡桃石町生まれ。青森県立八戸高等学校。東京大学文学部国文学科卒業。東大の同期には、立憲民主党所属の参議院議員、杉尾秀才がいた。大学卒業後、新潮社に入社。文芸編集畑を歩み、畑山博、綱淵健城、山口ひとみ。 中沢ケーラを担当した。1987年に帰郷し、1990年に成果が経営する株式会社、三村工業社の代表取締役に就任。1992年、故郷の桃石町長選挙に、当時桃石町を含む旧青森一区選出の衆議院議員だった田辺正美の支援を受けて出馬し、初当選。1996年には、 桃井市町長を辞職し、田辺の後押しを受けて、第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で青森2区から出馬したが、自由民主党公認の江戸秋則に765票の僅差で敗れ、落選。その後、新進党の回答に伴い、田辺が所属した無所属の会に入党。2000年の第42回衆議院議員総選挙には、 無所属の会後人で青森肉区から出馬し、前回敗れた自民党の江戸を破り、当選した。2001年の内閣総理大臣指名選挙では自由、民主党総裁の小泉純一郎に投票し、野党議員ながら自民党寄りの姿勢を鮮明にした。なお、三村が所属した無所属の会は、当時衆議院で院内会派、民主党、無所属クラブを結成していたが、 無所属の会の三村、中田博氏が主犯指名で民主党代表の鳩山幸男に投票しなかったため民主党幹事長の菅直人が激怒し、三村、中田両名は会派、民主党、無所属クラブを除名された。2003年6月、衆議院議員を辞職。木村盛雄の辞職に伴う青森県知事選挙に自民、公明、保守新三党の推薦で出馬し、 弘前学院大学大学院教授の横山、北虎を破り、当選した。2007年の青森県知事選挙で再選されたが、県知事選に対する青森県民の関心は低下しており、投票率は過去最低の38.45%を記録した。2011年の知事選挙では、当時の国政与党であった民主党、 国民新党が推薦した元青森県議会議員の山内隆が三村県政に対し原子力発電や防災に関する明確な対立軸を示せず自民、公明両党の推薦を受けた三村が大差をつけて3、戦を果たしたが投票率は史上2番目に低い41.52%に終わった。2015年の青森県知事選挙では社会民主党、 日本共産党の社協共闘による推薦候補を大差で破り、県政史上3人目の4選を果たした。2019年の知事選では、市会史の佐原和歌子を破り、青森県政史上初となる5選。ありがとうございます。